はいどうも皆さんこんばんは、よしもねです。はい、ということでファントムショート今回も集めに行くんだけど、なんかツイッターでね、このままだと結構集めるのきついですよと。だから多分ね、結構70ぐらいの敵も出てくるんじゃねえのかなと思ってて、で多分ね、70ぐらいの敵は多分俺の予想だと結構それらしいとこにいると思うんだよ。そう、それらしいとこに。だからそれらしくないとこ行くわ。さあ着いたぞ。ここら辺の、ここら辺のはずっていうか、ここあれなんか周りなさそう。あ、建物あるな、そっちか。ほら見てこれ、マップの中央よ、中央。全然それらしくない。これはもろたわ。あー、ここっぽいね。ほらすげー。ええ、てか何これ、もうそのまま置いてるパターン。え、あ、洞窟な、洞窟っぽく、あれ、え、これ、え、これそのままあるパターンじゃない？敵何もいなくない？嘘。ははは、あったんだけど。だからやっぱそれらしくないってそういうことなんだよね。やっぱ真ん中はおかしいと思ったわ。これなんだ、これ盾だ。へえ、このパターンもあるのか。ダンジョンじゃないっていうのもいいね。ジオウの盾でいいのかな。そしたらもう一回それらしくないとこ行きたいね。それらしくないとこ、下とか、ここ行ったことないってことはストーリー上行かない場所だから、ここら辺ちょっとやばいと思うんだよ。でここも、ここもあのワードブソード眠ってんだけど、ここもあの俺がなんか指導の待ってる時に行っただけであって、ここも行ったことなかったからやばいと思うんだよね。ってことはもうちょっとここら辺に確かあると思うんで、ちょっとそれ探すわ。さあ今回はマルフレームの森ってあれだ。歩いていくか。あのストーリー中にカットしちゃってるんだけど、あのイリスが一瞬こう車に乗った時あったじゃん。あん時にね、あのリヴァイアさんが出た街なんだっけ、オスタルティムだっけ、ちょっと覚えてねえわ。あそこ行く前に寄りますかみたいに出たんだけど、まあストーリーメインでやってたんで、EA 欄でねカットしちゃったんだよね。また戻ってきたわけだわ。え、ねじれたらせんっつの出たけど今。あんだけ時間かけて取ったやつがこんな簡単にザコ倒してたら手に入ったよ。無事にすマジかよ。欲物センサーって怖え。メルダシオ教会のハンター森に立ち入るべからず。なんかの入り口っぽいね。来た。この先になんかありそうな気がする。もしやここが話に聞いたマルマレームの森か。探し物が見つかるかもしれねえな。あ、もうこの今通ってきた道がマルマレームの森かと思ったら、今からがマルマレームの森なんだね。なんかモルボル出てきそうなとこだな。注意を怠るなよ。何が住み着いているかわかんねえからな。あ、これやばい。ちょっと敵レベルちょっと高いな。あ、でも一応ストーリー上でいけるとこだから、多分ボスはそこまでレベル50ぐらい、いや50もないと思う。マンドレイク、ちょ暗くて全然見えないね、マンドレイクの姿が。ちょっとお前のその可愛い顔見せてくれ。俺も見えてない、俺も見えてないからさ、本当に。なんだこれ、見えな見えな。ソルジャーワスプ、ちょっと待って、暗くて見えない。あ、夜か、夜だから暗いんだ。うわー、ちょっと火改めた方が良かったなこれ。まあもう来ちゃったからな。くーら、何も見えねえし、やばいやばい、本当に真面目に何も見えない。すげえ綺麗。何これ、壁になんか書いてある。これはもう、あれ、あ、来た、キャンプできる、やったやったやった。あ、これ模様ってあれか、キャンプの、キャンプできるよってとこのやつだ。よかったよかった。本当にここで寝るの？仕方ねえだろ。
さあ朝になったけど、だいぶ見やすくなったね。てかダンジョンにしてはかなり自由だよね。だってキャンプできるダンジョンって、お前いきなりここ狭。この先は気ぃつけた方が良さそうだな。そうだな、嫌な予感がする。いるぞ、完全に主。さあレベルだよ。問題はでっか、なんだあいつ。開けたとこに出ましたか。何か嫌がるな。レベル50ぐらいだとありがたいよ。お約束ってか。38、弱っ。38は弱いな。さすがやっぱストーリーで来れただけのところはあるな。バンダースナッチ、でも見た目なんかすごい、これモンスターハンターのクロスのディノバルドにめちゃめちゃ似てるね。似てねえわ。顔面、いやでも顔面以外似てる、顔面以外は。さあこれは、あーでもそこやっぱボスだだけあってそこそこの硬さはあるけど、エンハンスしてからのファントムソードにエンハンスって乗るのかな。でファントムソード、あー乗ってるね。乗ってんのかこれ、よくわかんねえわ。オッケーオッケー、なんか足ばっか狙っていくけど足狙っていくと転ぶっぽいんで、あ全然削れる。これは前回のボスに比べたらもう全然強くない。やっぱそれらしいとこ来たね。それらしいとこ来たわ。そしてここでファントムリンク、ほらもう全然ないっすね。まあ、あとちょっとこれさ、顔面なんか角とか折れそうだけどね。まあいいや。え、なんか今コンバート見える出なかった、最後。あ終わった。見てみろ、あったじゃんお宝。どこ、あーあった、あれだ、ファントムソードが増えたからファントムリンクのコンボ変わったんだ。それはいいね。めっちゃオーラ出てるけど俺。あコンボ、あファントムソード手に入れれば手に入れるほどファントムリンクが強化されるっていうのはめちゃめちゃいいね。これは杖だね、杖だよね、これ槍じゃねえよな。あ杖ですね。あーファントムソード増えてきたね、かっこいい。やったじゃねえか。背負うの杖。びしょびしょになったかい、あったね。あれだな。とりあえずそろそろきつくなってきそうなんでレベル上げなきゃいけないんだけど、ちょっと今モンスターハンターの装備作っててね、こっちやる暇ないんだよね。そっちもかなり切羽詰まってる感じなんで。いやはや。ちょっとでも育てないとあれだよね。ファントムソード集めるのきついってツイッターで言われたから。ついと思うんだよね。まあ、今回はここまでですね。やっぱオープンフィールド楽しい。うん、見てこれ、だってあそこに見えるとこまで行けるんだよ。あ多分ここは行けねえわ。ここはマップ、あのダンジョンだから行けないけど、ほら大抵行けるんでね。そのワクワク感が半端じゃないんだよね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら。